皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DSC オカルトラジオ、トモです。木村です。ケスケです。今日はなんとゲスト会です。はい、はい。3月2回ほど予定してるんですけど、そのうち1回目ということで、はい、今日は送り人に来ていただきました。はい、はい、なんか最近職業シリーズ多いですね。いやでもね、結構面白いですよ。そうですよね、うん、なかなかお話聞くことないんで、うんうんうん、機会がまずないですからね。そう、うん、結構リスナーの方のコメントとかも、うん、みんな楽しんでくれてる感じがすごい伝わってきますもんね。だからこの職業シリーズはね、ちょっとやっていこうかなっていう、うん、はい、いいですね、はいはい、今回は送り人、送り人、はいはい、一応エピソードとかでもちょこちょこ話に出してるんですけど、僕がリアル、本当にリアルの友達が送り人になって、うん、っていうお話、エピソードで話してると思うんですけど、うんうん、その方に声をかけたら、うんうん、ぜひ出てくれるっていうことなので、 ありがたいですね。いろいろお話を聞いていこうかなと思います。はい、早速登場してもらいましょうかね、うん、はい、送り人のさおちゃんです。はい、どうも。はい。僕たち、うん、マジでプライベートでガチの友達なんですよ、うんうんうん、今日上がっとるっす。緊張しちゃうよ。そう、サオちゃんっていう友達なんですけど、はい、僕もね、ケスケを通じて何回か、うんうんうん、ケスケのお店で何回か会ったことあるんですけど、うんうん、がっつり喋ったのはね、今日初めてなんですけど、めっちゃ気が合った、うん、めっちゃ気が合いましたね。、はい、恋バナでめっちゃ盛り上がりました。多分俺より話してたんじゃない。若干2人に嫉妬です。わかるわかるっつって。俺だけ全然理解できなかった。2人が盛り上がってる話、心ねえもんな。あるっす。で、まあ、一応そのさおちゃんと仲良くなったきっかけっていうか、うんうん、そのさっきともくんも言ってくれた、僕が働いてるお店の先輩っていう感じで仲良くな、うんうん、出会って仲良くなったんですけど、うんうん、もうかれこれ10年ぐらいの付き合いで、二十、うんうん、歳の頃からだね。そうです。あ、だから俺とケースケの付き合いで同じぐらいだもんね。そうですね、それぐらい。ともくんはもうちょっと前からですけど、そう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 、うん、高校卒業してすぐぐらいだったんで、うん、そう、それでそのさおちゃんと仲良くなっていろいろ話を聞くと、うん、面白い過去があったりだとか、おうおうおう、もう経験豊富なんですよ。そう、僕が出会う前は、うん、探偵をやってたって言って、おガチの元探偵なんですよ。おなんでその探偵の時のお話とかもすげえ面白い話がいっぱいあって、聞きたいね、はい、ぜひ聞きたいんで、その探偵についてのお話とかも、うん、また別の回で、うん、職業シリーズで、職業シリーズでやりたいなと思ってて、うん、軽くちょっとその探偵時代の、うん、その探偵時代に何をやってたかみたいなのって今話せます、うんうんうん、はい、張り込み、張り込み。尾行、尾行、探偵っぽいですね。探偵っぽい。その探偵で尾行とかして何をするんですか。尾行とかして動きを調べて、一日の動きを調べて、どこで接触できるかを見て接触をする。そして別れさせる。すごいすごいですよね。別れさせるっていう、うん、実際そういう人に、まあそうだったとしても、自分そうだったよっていう人に会ったことなくて、ないですね、そうちゃん以外に、うんうん、だからその話を聞く時とかすごいワクワクする話が多いというか、僕たち同じ店で働いててカウンター立ってるんで、うん、仲いい人とかがお客さんで来たりすると、うん、別れさせるアドバイスとかもしたりするんですよ。うんうんうん、でそれがすげえ理にかなってて、うんうんうん、うわ女の人って怖って思ってたんですけど、うん、怖いのサオちゃんっす。自分のは全然できないからね。そう、盲目ですからね。そう、盲目なんでね。意気投合しないとね。そうか、探偵の話もちょっと興味ありますけど、うん、今日は送り人、今送り人として働いてくれてる、はい、働いてくれてる、うん、働いてるんですけど、うんうん、その送り人って何ぞやっていうところもあるし、その送り人についていろいろ聞いていこうかなと思って、うん、そうですね、はい、正式には脳幹士という仕事ですね。そうですね、うんうん、はい、
その映画があったじゃないですか、うん、ありましたね、もっくんの、うん、もっくんの、まあ、あれのおかげでその脳幹視っていう職業が知れ渡ったって言っても過言ではない、うんうんうん、そうだろうね。ただその脳幹視っていう 正式名称を知ってる人も少ないというか、うんうん、送り人として認知してるというか、うんうんうん、そうだね、うん、なのでその辺をちょっと詳しく聞いていけたらなと思っておりますので、はい、そちらよろしくお願いします。お願いします。お願いします。で送り人って、はい、まあ、僕も実際分かってないですけど、うんうん、脳幹視って何をする職業なんですか？脳幹視は、亡くなった人をきれいにして、うん、何だったっけ棺に上がっとるっす2回目2回目なのに説明むずまあ、ざっくりでいいんじゃないですか。綺麗にして、綺麗にして、綺麗にして、うん、お風呂に入れて、うん、髭とか剃って、うん、化粧をして、ご納棺、ですね。棺に入れるまで、そうそう、入れるまでのお仕事っていう感じなんですね。なんかお葬式が始まる前まで、お通夜とか始まる前までっていう感じですか、ね。そうですそうですそうです。その後は葬儀屋さんに受け継ぎみたいな感じなんですか。仕事としては直接家族から依頼っていうよりかは、そうそう、葬儀屋さんからの依頼が多いっていう、はい、形ですね。そうなんだ、うん、そう、これでさっきこの収録前に僕とともくんとあとさおちゃんと3人でご飯食べに行ってたんですけど、はいはいはい、その時にとんでもないことが発覚して、ともくんのお父さんが葬儀屋さんなんですよ。あ、そうですね、はい、うん、っていうのは、まあ、あの放送でも話してるのでみんな知ってると思うんですけど、さお、うんうん、ちゃんと面識があったっす。そう多分明日も会いますね。そのそう、取引先がね、その葬儀屋だったっていう、まさかのつながりが多分俺より知ってると思います、その仕事中のお父さんを、うちの、あ、うん、仕事中携わったことないですもんね。ないないない、たまにランチで2回ぐらい会ったことあるんですけど、その地域で偶然会ったことありますけど、それしか見たことないですね。あ全然似てない、ね、あ似てないんだ、うん、全然似てない、顔が雰囲気が全部あ全然似てないですよね。全然似てない、あ、俺サオちゃんに似てますもんだって。そうそれは恋した時の恋した時の乙女心でした盲目具合が一緒だ、ね、レベルが一緒でしたでも友 あのお姉さんがあの、うん、ラーメン食べに来てくれるんですけど、うん、全然似てないです、うん、そうそう、全然似てないです、ね、お姉ちゃんはお父さんにで、うん、俺お母さんになんで、うん、あ、そう、全然似てないです。よく腹違いってよく言われますまあでもお母さんには似てますもんね。お母さんには似てるんですね、うんうん、なんで似とる話になったまあね、そうそうね、そういうつながりとかもあって、職場で、あの、まあ、あの仕事のつながりがあるっていうことですね。急にさおちゃん、ともくんも結構人見知りとかあるじゃないですか、うんうんうん、なのに今日すごいすぐ打ち解けましたもんね、うん、ねえ、もう、うん、なんでだろう、いいきっかけがあって、うん、共通点がいっぱい、うん、まあそういうことでいろいろ質問を用意してるんで、うん、一応僕が気になってる軽い質問っていうか、うんうんうん、その例えば脳幹視って何みたいな、今みたいな質問から、うんうんうん、結構ディープな話まで聞きたいことがあるんで、はい、一応前後編みたいないつもみたいな感じにして、うん、最初はこう軽い質問をしていこうかなと思って、はい、で後にまたこう折り入った話というか、うんうん、を聞いていこうかなと思ってますんで、いいですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、でじゃあ、まあ、一応今ね脳幹するまでっていう話だったんですけど、うんうん、とその脳幹視になったきっかけとかって、うん、聞きたい、うん、聞きたいですよね、うん、まあいろんな仕事をやってきて、はい、もう次何やろうかな、うんうんうん、と思って、うん、タウンワークをね、うんうんうん、その前今働いてるね、はい、一緒に、あ、カプラっていうお店で働いてるんですけど、はいはいはい、そこで働いてる時に次の仕事何しようかなと思って、うん、タウンワークを見てて、うんうん、そしたら脳幹視があったんで、うんうん、あ、これいいなっていうのを
一緒に働いてた男の子に、うん、ね、なんかこれいいじゃんみたいな、うんうん、なんかね、俺が死んだらやってくれみたいな話をしてたら、うん、そのすぐ後にその子が亡くなってしまいました、うん、ね、そうなんですよ、そうなんだ、そうなんです、事故でね、それも僕もね、一緒に働いてた子なんですけど、事故で亡くなっちゃって、おうおうおう、それきっかけで、うん、もう脳幹死になるってサオちゃんが、 その時何もできなかったので、あ、うん、それで決めたっていう感じかな、すごいすごい話じゃないですか、ドラマチック、ね、ドラマチックなんですよ、まさかのね、うん、あ、そうなんだ、そうなんです、へー、すみません、急にしんみりした話です、ね、おいおい、うん、まあ、そういうきっかけで、うん、その時は脳幹視がどういうお仕事だっていうのは分かっとったんですか？いや、あんまり分かってないけど、ざっくりで、その送り人かなっていう、うん、映画のやつかなくらいで、うん、でそのきっかけがあって踏み込んだというか、うん、そうそうそう、でちょうどそれが5年前ぐらいなんで、そう5年前だね、そこから脳幹視として働き出したサオちゃんなんですけど、うんうんうん、実際脳幹視になって働くまでの、うん、ですか、研修期間っていうか、うん、とかってあるんですか？研修は特にないですね、なくても現場で覚えるって感じですね、うん、OJT ですね俺これあの皆さんには分かんないかもしれないですけど、これテイク2なんですよ、うん、さっき OJT って言われた時何か分かんなかったんですよもう一回これ解説してもらってもいいですか、 OJT の多分知らない人いっぱいいると思うんですよね俺だけじゃないはず、研修よりも現場に出て覚えるっていう、うん、オンザジョブトレーニングの頭文字で OJT、うん、そう、俺これさっき分かんなかったの恥ずかしかった、習うより慣れろって、そう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 もうね、現場って聞くとみんなね、あの結構ブラックって言われるところは OJT 採用してるところが多いですよね。そうなんですか、まあ、よくもあり悪くもありみたいな、その教える時間がないから、うん、やっぱりミスもしがちというか、うん、もう夢の国で働いた時は OJT やりましたよ。あ、やっぱ OJT です。まあでも座学やって、うん、その後で OJT やってデビューみたいな、うんうん、まあ、でもそんな感じと一緒だ、段階を踏んで、うん、で僕その一応今脳幹視の話とか結構してるんですけど、うん、脳幹視の一連の仕事の流れっていうか、はい、そういうのを何をするのかっていうのが分かんないんで、うん、そういうのもちょっと聞きたいなと思いますので、うんうんうん、教えてください、うん、あ、はいまず葬儀屋さんから依頼があったら、ご自宅か、ん、葬儀場に行って、うんうん、まず亡くなった人の顔や体のお手当てをします、うん、そしたらその後に、昔ながらの手足を拭く湯管か、うん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 、最近ではもうお風呂持ってきて、髪の毛洗ったり、うんうん、体を洗ったりする湯管、うんうん、どちらかをして、うん、でその後ひげを剃りして、うん、着替えをしてお化粧をして棺に五納棺までがお仕事です。お風呂持ってくるってどういうことですか？車の中にお風呂が積んであるんで、うん、でそのお風呂を持ってきて上にネットを引いて、うん、その上に亡くなった方を寝かせて、うん、あとは美容院みたいにシャンプー、うん、うーん、もうそういう専用の車があるっていう。そうなんです。水も車からタンクにお湯が湧いてるんで、はいはいはい、それで排水給水もして、そうなんだ、なんか介護とかでも使われたりするんですよね。そうそう、それと同じかな。そう、そういうことか。僕お父さんが亡くなった時に、はい、その湯管を、するので、うん、みんな集まってくださいみたいな感じで、うんうん、その僕たちをみんな見てる中でそれをやるみたいな、うんうん、ふうな流れだったんですけど、うんうん、そういうふうにそういう現場は全部、うん、ご遺族の方っていうか、うん、に見てもらいながらやるっていうことですかね。そうね、家族の希望に合わせて、うん、見たくないところは 見なくていいよっていう感じ。へー、うん、じゃあその例えば人前でやったりすることもあるじゃないですか、うんうんうん、その脳幹視ならではのタブーっていうか、うん、タブーやっちゃいけないこととかってありますか？うん、その物のように扱ってはダメ。人としてそうそう、なんか痛いような持ち方をしちゃダメとか、うんうん、うーん、なんか
そういう体を、うん、流したりシャンプーしたりする時も、うん、お湯でやるってことですね。 お風呂ぐらいの温度でやるし、やる体もずっとタオルかけてあって見せない感じで洗う、うんうんうん、タオルで隠しながら洗う、うん、へえ、うん、その現場って一人で行くんですか？一人で行く時もあるけど、その時は湯感はしない、あそういう、まあ、コースみたいな、着替えだけとかそういうコースの時は一人 で、 で、うん、やつは一人でやって、うん、そうそう、でお風呂入れる時は二人で行きます。うん、そうだよね、うん、重たいもんね。そうなんです。サオ、ちゃんの女、女性じゃないですか、うん、女性で一人で全てやるっていうのは結構しんどいですよね、うん、本当に大きい人来ると大丈夫かなと思うけど、うん、意外にできるもので慣れてくると、そうなんだ、なんかあるんですよね。なんかその力の入れ具合っていうか、コツとかもありそうですね。コツがあるんですよね。着替え一人は大変なんで、うん、もうやり方がいろいろ、そういうのは別に研修とかじゃなくて、うん、さっき言った現場で見て覚えて、先輩からとか、そうですね、うん、研修もたまにあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこでやね、聞いてもわからないんで現場でやるしかないんで、ケースバイケースですもんね。そうなんです、人によって全然違う、ね、お年寄りと若者によっても違うだろうしね、太った人、細い人によっても違うだろうし、お年寄りだとすぐなんか弱いんで骨が、ね、変な風に持っちゃうとなんかポキってなっちゃうかもしれない、でも大事に、なるほど。誰がやりやすそうですか、3人の中で？キムニなんか俺ケイスケかなと思ったけど、うん、まあ、僕若干ぽっちゃりしてるんで、ね、ちょっとでも身長とかもあったりするじゃないですか。身長は大丈夫、あ、その持ち上げたりとかっていうのはないし、一人だったらないんで、じゃあ死んだ時はお願いします。綺麗にします。でも俺でも大丈夫ってことですもんね。大丈夫ですよ、じゃあお父さんからちょっと依頼が来るかもしれない。お父さんより先に聞いちゃダメですね。お父さんの依頼をするかもしれない。ああ、そうですね、それはあるかもしれないですね。あ、そうです、それちょっと嫌だな。でも顔見知りだし、顔見知りはねちょっと嫌だね。知ってる人とかは やったことないですか？ あるある、あ、うん、あるんですか？行ったら知ってる人だったってのもあるし、あ、知り合いってのを最初から聞いてたから行くって時も、なんかちょっと、そう、なんかちょ、寂しい、寂しいですよね。でもなんか最後に自分が携われてよかったなっていうのもありそうですね。そうか、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 だからまあ知り合いでも行きたいかなとは思う。そういう時はその知り合いの方から頼まれて、うん、じゃあ私行くよっていうふうになるんですか？そういう時もあるし、うん、まあまあまあ、でものその脳幹視になった動機がそれですもんね。さっきタブーの話あったじゃないですか、うんうんうん、そのタブーの中で俺、まあ、プライベートでも仲いいんで、うん、これはやっちゃダメっていうお話を聞いたことがあって、うん、そのご遺族の方の前で泣いちゃいけないっていう、うん、っていうそのタブーがあるんですって、うん、そうなんです。その理由って、その家族みんな泣いてる中で、うん、自分がもらい泣きするのは、うん、なんかそんな何もわからないのに安っぽい涙を流しちゃダメだっていう風に教わって、プロなんだから泣かずに仕事をしなきゃ。でもなんかお友達の時とかはちょっと変わっちゃいそう。そう、でもまあ我慢、うん、そこもプロ意識というか我慢ですね。でこのタブーっていうのを僕、うん、聞いた時に、うんうん、そのまあ、エピソードっていうか、うん、をサオちゃんから聞くこともあるんですよ、うんうん、もうそのお話聞くだけで、うん、すげえ感動秘話みたいなのとかもあって、うんうんうん、俺そのサオちゃんからまた聞きしてるだけなのに、うん、もううるうる来ちゃうんですよ、うんうん、だからそのありそうだね、そういう話は。感動エピソードでもらい泣きしないように我慢するっていうそのなんていうか、しかもサオちゃんって もらい泣きしやすいというか、うん、涙もろい人なんでうんうん、うん、それを俺に話す時は、うんうん、結構こううるうるしてて恥ずかしい、もう今にも泣きそうみたいな状態なんですよ、うんうん、こんなことがあっただよっていう話をする時、うんうん、だけどその現場では泣かないっていうプロ根性、プロ意識ですね、うん、すげえなと思って。かっこいいですね。かっこいい、ありがとうございます。すごい誇りを持ってやってるっていう感じがして、うんうん、はい、うん、
で僕そのエピソードがもうすごい感動する話が多いんで、聞きたいっす。そう、いくつか俺聞きてーす。そうですか、うん、その今まで泣いちゃダメって分かってるけど、うん、感動してうるうる来た話みたいなのを教えてほしいっす、うん、じゃあ花のやつ、あ、じゃあそれで、それで花のやつ聞きたいです。タイトル花のやつ、笑っちゃいけないかもしれないですけど、まあ、あの2人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんのうち、はい、おばあちゃんが亡くなりまして、うん、でそこのご自宅に行きまして、うん、でおじいちゃんが途中からいなくなっちゃったんで、うん、ちょっと待ってたら、うんうん、なんか花を摘んで戻ってきて、うん、でおばあさんが好きだったからって言って、うん、なんか枕元に置いてたんですね、うんうんうん、それだけちょっとうるうるしてたんですけどね、うんうん、まあ、それで1年後におじいちゃんも亡くなって、うん、でそしたら家族が同じ花を持ってきて、うんね、好きだったからって言って、うんうん、持たせてあげてくださいって言うから、あの、うん、手に花を、ね、添えて、うん、っていうエピソードもありました、うん、これ今、まあ、すごいはしょって、うんうん、こうさっと要点だけ話してくれたんですけど、うん、僕初めて聞いた時はもう、うん、その時のさおちゃんの感情も入ってるんで、うん、その1年越しに、うん、そのおじいさんおばあさんご夫婦両方とも納棺したのがさおちゃんで、うん、そのエピソードもあって家族からそういう思いもあってみたいなのを、うるうるしたさおちゃんから聞くと、うん、もう俺映画見てるみたいな感じになって、うんうん、すげえ感情移入しちゃって、泣けちゃうであまり話せない。逆にさらっとさっぱりと話すみたいな、じゃないと泣いちゃう。そうそうそう、思い出しちゃう。そう、僕おばあちゃん亡くなってるんですけど、うん、俺そういうことしてあげれなかったなと思って、うん、ま、なんていうんですかね、ちょっと恥ずかしいみたいな思いもあって、うん、その自分のおばあちゃんのお葬式で泣くことが恥ずかしいとか、うんうんうん、あと、まあ、おばあちゃんの前で泣きたくないとかっていうのもあったんですけど、うんうんうん、やっぱそこはちゃんとこう感情を抑えずにおった方が、うんうんうん、よかったなってこの話とか聞いた時思ったっす、うんうん、みたいなのも重なって俺あんま泣かないんですけど、うん、聞きながらちょっとうるうる来てたっす。でもさおちゃんの前で泣きたくないから笑ってごまかしてみたいなみたいな、あのセーターのやつも俺聞きたい。セーターのやつ、タイトルセーター、赤いセーター、赤いセーターのやつ聞きたいし、なんかあの最後に服着替えるんですけど、はい、一般的に白装束が多いんですけど、うん、最近はもう私服とか、うん、着物だったり好きなものを着るんですけど、はい、そこで家族が赤いセーターを持ってきて、はい、おじいちゃんに着せてあげたいって言って、はいはい、でそのセーターおばあちゃんが亡くなる前、おばあちゃん亡くなってるんですけど、うん、亡くなる前に作ったけど、うん、おじいちゃんはもうおばあちゃん亡くなっちゃったんで、うん、もうこれは一生着ないみたいな感じで取っておいたと、あ、おばあちゃんの手作りなんですね。そう、おばあちゃんが手編みのやつ、はい、手編みの赤いセーターなんですよ。そうなんで、それをずっと着ずに取っておいたんですけど、うんうんうん、おじいちゃん亡くなったんで、うん、もう一生着ないって言ってたけど、うん、もう最後だからって言って、うん、最後に着れてよかったねって言って着せました、うん、ご遺族の方の前で、うん、その大事に取ってたあのセーターを最後に着させてあげるっていうのに携わってたっていうのを泣きながら聞くんですよ。でもいい話、うん、めちゃめちゃいい話なんですよね、うんうん、でさおちゃんもう思い出したらうるうる来てる、泣けちゃうよね。その現場ではそれでもこらえて、めっちゃ似合ってた赤いセーター。ああ、もうそういうのもすごい、これ映像で見たら俺絶対泣くっす。でもなんか最愛の人が亡くなった時は泣いてしまいそうですね、うん、そうだから、ね、できるんですかね、逆に自分でだからね、だから最愛の人は作りたくないですね。本当にそれが怖くて、死んだ時が辛い。あでもこういうのって納棺師あるあるだと思うんすよ。ああ、そうなのかな。どういうのは、そう、例えば自分が納棺師だから、うん、その最愛な人をもう自分でやりたいからこの仕事を始めた、まあ、さおちゃんの場合ですけど、うんうんうん、そういう時に自分で何もできなかったのが嫌だったから、うん、できるように納棺師にはなったけど、うん、いざ最愛の人ができて、うん、亡くなって、うん、自分がやるってなったらもう絶対泣いちゃうみたいな、うんうん、だから最愛の人はやりたくないとか、うん、か、うん、最愛の人を作りたくないみたいな納棺師あるあるっていうか、うんうんうん、
だからあるあるなんですか？私だけかもしれないです。まあそういう脳幹視ならではのあるあるみたいなのが、ね、あ聞きたいね、うん、絶対あると思うんですよ、うん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 、あるある、うん、ドライアイス入れるんですけど、はい、だいたい、1つ2キロぐらいのものを3個から6個入れるんですけど、あれで大体脳幹視の人は最初に低温やけどをします。あそうそう、簡単に包まれてるだけなんで、はいはい、ギュッて持つともひっついちゃう、熱ってなる。あそ脳幹視あるある脳幹視あるある脳幹視あるあるすいませんでもあるあるってそういう軽いやつというかそう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 よ、うんうんうん、そうそうそう、あそうなんだっていうね、うん、なんか俺がサオちゃんに聞いたやつは、うんうんうん、その手袋をつけるじゃないですか、うん、それが、自分のものってのはないんですって、うん、だけど一応サオちゃんはこれは私のみたいな風に使ってて、うんうん、まあ、みんなも認知してるみたいな状態、うんうん、なのに同僚がそれを使ってこう窓を拭いてたみたいな、軍手ね、そう、その軍手を使って拭いてたと、うんうん、それ私のだよみたいな、うんうん、でも私のって書いてないじゃんみたいな言い合いがあるみたいな、うん、それあるあるじゃないよエピソードトークよ。私が器がちっちゃいよ俺もそれ聞いた時めっちゃ面白くて、でそのサオちゃんの同僚の方も、うん、まあ、仲いいんで、うんうん、お店にも来てくれてこの話をしてくれるんですけど、うんうん、思想なんすよそういうのわざとじゃなくて、わざとじゃなくて、まあ、だってみんな使ってるし洗うし、こんなちょっとした汚れ拭くぐらいいいじゃんみたいな、それがたまたまさおちゃんのって言われてる手袋だっただけ、すいません、でもなんか作らないんですね、その自分用みたいな、あのなんか持ってくなんかあの化粧道具とか、うん、そういうのは全部自分用があるんですけど、そういう軍手とかは、ね、別に特にないんですけど、ただ自分がこれ私のって決めてるだけで、うんそう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 、なんかすいません、俺のせいで急にあるあるからそうあるあるなんかテレビとか映画で、そういうお葬式とかの場面があると、うん、なんかあこれなんかちょっと聞かせ方間違ってるなとか、ああそういうシーンが気になるとか、うん、めちゃめちゃありますですよね、うん、どうですか、うん、映画の中でのそういう映画とかドラマの中での、うん、あの正しい時と間違ってる時の割合みたいな、なんかあのドラマだとなんか、うん、飛び降りて亡くなった人とかすごい綺麗だし、あ、うんうん、あなんか、ね、川で死んでる人もすごい綺麗だし、そう、なんかそういう、そうか、なんか、じゃあ例えばお風呂場で亡くなった方が発見がちょっと遅れて、はい、なんていうんですか、原型をとどめなくなっちゃう時とか、うんうん、あとまあ飛び降り自殺とかで、うん、あの原型をとどめないっていうご遺体も納棺するわけじゃないですか、うんうん、みたいな話を、うんうんうん、後の後半でディープな方で聞きたいんで、うん、聞きたいですね、ちょっと一回これ押さえておく、そうだね、セーブしてもらって、うん、前半はちょっと軽めのやつ、そうだね、うん、そうしようそうしましょう、うん、そうしましょう、はい、うん、まあ、もう一個ぐらいしかないんですけど、軽い質問が、うん、軽い質問がちょっともう一個ぐらいしかないんで、うん、最後の質問になるんですけど、はい、脳幹視になって苦労したことっていうか、苦労、うん、まあ、多分サオちゃんの場合だったら女性なんで、うん、その一人での現場でのお着替えとかが、うん、他の男性の方と比べて大変っていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、腰を痛めるとかね、うん、苦労か、うん、なんか僕がちょっとこう一緒に働いてる時に軽く聞いた話とかだと、うん、まあ、目とか口を閉じる、うんうんうん、ようにするじゃないですか、うん、そのお化粧の時とかに、うんうん、それがうまくくっつかないとか、うんうんうん、っていう、そう、でもあの口閉じ方としたら、あの喉に綿を入れて閉じるんですけど、うんうん、ポイントがあるんです、喉に、うんうん、顎がこう、うん、上がるポイントがある、あ、私それめちゃめちゃ得意なんで、最初は全然できなかったんですけど、今じゃもうスッ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 ってスムーズにピンポイントに
入れてすぐって顎が上がるようになりましたっていう自慢すごいすごい。いやでもそれはすごいですよね。そうなんです。もうすごいそれが。その後ポイントを見つけるまでが苦労するっていう。もう大変ね。最初じゃもう全然顎が上がらなくて口閉じれない、その例えば失敗談っていうか、そのちゃんと閉じたと思って、脳幹に湯感なりスーってなった時に、後から口開いてたよみたいな、あそういうのもあるんで。ああるんですね。そうそう、綿の入れ方によって動いちゃうと、また開いちゃったりっていうのが最初のうちはあったけど、今はないと思ってます僕その自分のお父さんおばあちゃんが亡くなった時のお葬式とか出た時に、いつも気になることがあるんですけど、あの鼻にも綿詰めるじゃないですか、詰めますね、あれって、あの見えない方法っていうか、そうなの。私も最初思ってて、あの丸く見えちゃう、あれどうしてんのかなと思ったんですけど、あれは今はもう見えないとこに長いピンセットで、鼻の奥って結構広くて、穴が3つくらいあるんで、そこのピンポイントにまた細い綿をキュッキュッキュッって奥の方まで結構詰めてるんで、見えないところにあるんだ、入ってる。今はじゃあ それが主流、主流だと思う。見えないとこに入って。ちなみにあれは何のために入れるんですか？あの人によって出てきちゃうんですよね、中のものが。なんかガスとか溜まって水分とかで、出てきちゃう人がいるんで、それが出ないように、そうなんだ。出ない人は全く出ないんですけど、出ちゃう人はもうずっと出ちゃうんで、鼻水みたいになっちゃうみたいな。もう本当出ちゃう、止まらないとかあるんで、そういう時はなんか体をちょっと上に反らせたりすると上がらないんで、なんていうんですか、ちょっと状態上げて、で綿を結構詰めてって。そうなんだ。人によって全然違う。違うんですね。なんかちょっと聞きたいの、聞いてみたいのは、あの男女比とかどうなんですか？したい。なんかさっきね、あのこの話に移る前の質問で気になったんですけど、何が気になったのかちょっと忘れちゃったんですけど、男女比どうなのかなと思って。思ったそれ。それは、あの、ご遺体じゃなくて脳幹死の男女の割合。そう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 。今半々です、うちの事務所は。なんか男性が多いとか全く分かれてる。男性はあの車運転したり、お風呂運んだり、家族とお話をする、で女性はもうご遺体担当で、その綿入れたり、お化粧したりとかっていう、っていうのは女性がやるっていう。あ、そのツーマンセルなんですね、その2人で行くっていう。そうなんだ。そうなんです。他のところはどうか分かんないですけど、うちはそんな感じで。ああ、そうなんだ。じゃあご遺体に触るのは女性が多い。そうですね。ただ硬直してて、なんか口がなんか開かない人とかいるんで、なんかそうしたら一回開けるんですけど、なんか口の中も見なきゃ綺麗にしたいんで、そういう時この人の力じゃないと開かないとか。だからやっぱ男の人とツーマンセルじゃないと大変なことも多い。そうなんだ。あの前に読んだ怖い話とかで、私たちのチャンネルで、笑いながら死んでたっていう表現があるんですよ。それって、なんか死後硬直とか、例えば、あの私の感じだと、まあ、筋肉も、なんていうんですか、力が入らないとか、まあ、ほぐれるというか、から笑いながら死ぬなんていうことないんじゃないかなと思うんですけど、そういうのは見たことあります？でも笑ってるように亡くなってる方はいます。苦しんでないような表情の人とか、逆に苦しそうな感じで亡くなってる方もいる。います。なるべくこうマッサージして笑ったように口角を上げてとかいろいろ頑張るんですけど。その硬直しててもマッサージは効くわけですね。首とかあのマッサージ一回すると、もう
固まらないんで、そっからずっともう柔らかいままで。マッサージで死後硬直を解くっていう、うん、そうそうそう。あ、そうなんだ。手とかカチカチだと思うんですけど、ちょっと普通にマッサージすると柔らかくなるんで、うん、機会があったらやってみたらいいかもしれない。機会がねえす、そんな機会ねえす。俺も2回過ごしちゃったんで。あ、そっか。その機会を。おばあちゃんと、おばあちゃんとお父さん。本当でも筋肉がすごいムキムキの人はもう全然曲がらない。あ、そうなんだ、うん、やっぱ筋肉量でも違う。そうそうそう。へえ。そうなんです。なんか溶けてくるって言うじゃないですか、死後硬直も、うん、なんかあのピークになって、うん、そこからまた弛緩してくるみたいなね。でもまあそこまで待ってられないですからね。みんな触りたいけどカチカチじゃかわいそうなんでね、ご家族の人がね、うん、だからで柔らかいってなってるから喜んでいただける。まあまあそうですね、うんうん、じゃあ結構そのご遺体の手はほぐすっていうのは脳幹視あるあるみたいな感じ。脳幹視あるある。ああ、そういうことですね。そういうことなんだ。まあ、そっか、当たり前のことだった。これで取ればよかった。でも分かります、そのあるあるは、うん、なんていうんですかね、当然の。そう、当たり前すぎて分かる、ね、そうそう、当たり前すぎちゃってっていうのはね、それは分かりますよ。だから俺たちが不思議に思ってることを聞かないと、うん、あるあるかどうかも分かんない、ね、そうなんですよね。そうなんですよね。そうそうそう。そう、なんか僕たち、まあ、僕はその脳幹視さんがどういうことしてるかとか、うん、でっていうのも分かんないし、うん、まあ、ざっくりこう表面的なもので見て、うんうん、なんかそのご遺体に触れるとかとか、うんうんうん、怖いことみたいな風な印象なんですよ。なんでその実際に脳幹視に、まあ、サオちゃんも、うん、まあ、その自分、僕も知ってる方が亡くなって、そういう風にきっかけで脳幹視になったじゃないですか、うんうんうん、怖いなって思ったこととかってないですか？怖いのはないですね。うーん、まあ、初日はちょっと触ることに、ね、あ、躊躇する、躊躇はしたんですけど、ね、うんうんうん、別に怖いとかはない。あ、そうなんだ。なんかなんだろう、もうだって相手が遺体なわけじゃないですか、うんうん、なんかやっぱり抵抗じゃないですけど、うん、でもそういう人は脳幹視になろうとは思わない。まあまあまあ、そうですね、そうですね、うん、そうか、そこでセーブ、まあ、第一段階としてそういうのが怖いって思ってるような人はやろうとは思わないよね、うんうんうん、そうですよね、うん、僕あのクラブ、一緒に働いてたクラブあったじゃないですか、はい、あれが潰れる時に、はい、なろうかなって思ったんですよ。あ、一回そうなんだ。でお父さんに相談して、まあ、一番近いじゃないですか、まあわよくばどっか紹介してもらおうかなぐらいも思ってたんですけど、うんうんうん、その時は、うん、お父さんたちがやる場合、その葬儀屋さんが、はいはいはい、手袋するんですって、はい、だけど、はい、そういう脳幹視の方たちがやる場合は、はい、結構素手でやるみたいで、うんうん、やっぱその遺体っていうのはその、はい、もう死んだ時から腐敗が進んで菌の、うんうんうん、病原菌のみたいなので、うんうんうん、やめといた方がいいぞみたいな感じだったんで、どうなのかなって、そう、まあ、やめとけみたいな感じだったんでやめちゃったんですけど、うん、僕はトモ君もそのご遺体とに触れることとかっていうのは怖いっていう感情ではないっていう感じです。あんまりないのかもしれないですけど、そのでもそういう話を聞いたらちょっと、うん、なんか怖いというか、うんうん、怖い怖いですよ、ね、はい、ちょっと、まあ、躊躇しちゃうというか、失礼だけど、そう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 、しちゃうような気がするけどね、うん、どうですか、そういうなんか、いや、まあ、あの傷とかあると、うんうん、さすがに手袋しますけど、なんかあのね、うんうん、なんかいけないから手袋、うん、ゴム手袋をしますけど、はい、基本体洗ったりは手袋外して素手でやってるんですけど、別にまあ昨日まで来てた人だし、はい、別に怖いことはないかなとは思ってますね。そんなみんな感染も何もしてないし、そう、全然別に怖くないですよ。そう、なんかイメージが先行しちゃうというか、うん、そう何も知識なくて、うんうんうん、そういう話を聞かされたら、うん、そういうもんなのかなって思っちゃうし、ね、そうね、うん、しかもなんかその葬儀屋から言われて、そう言われてるんで、真実味があるよね、うんうんうん、だからひょっとしたら直接は言わなかったけど、友にはなってもらいたくなかったのかな、そうなのかなっていう、うんうん、感じなのかな、そんな感じするね、その
ご遺体自体を見ること自体は、うん、まあ、慣れてる。まあそうだよ、何回も、うん、何回も発見したことがあるので、慣れてるはずなんすけど、うん、まあ、そういうの聞いちゃうと、うん、ああそうなんだっていうなっちゃうよね、うん、まあまあでもなっちゃいましたね、まあ、そんなことはないよってことかもね。ないですね、うん、むしろなんかいろんな、 なんか菌があるかもしれないんですけど、うん、その菌のおかげかインフルエンザとかみんなならないですね、うん、あの免疫力みたいな、強くなる、あるあるじゃないですか、あるあるだ、あるあるだ、勝手に考えてるへえ。そうか、うん、なんかやっぱそのサオちゃんが脳幹死になったっていうのを聞いた友達とかはやっぱりみんな怖くないのとかっていう質問多かったっすもんね。うん、なんか女性とか特にね、なんかありそうな気はするけどね。全然素敵な仕事でございます、ね、いや、本当に話を聞くとね、なんかその話を聞くとあれですね、死を扱う仕事じゃないですか、うん、でも思いっきり生を感じる仕事ですね、うん、そうだね、逆説的に確かにみたいなとそれでサオちゃんが言った重みがあったっす確かに確かにサオちゃんから聞きたかったわ、後で言っとけばよかったですねもう一回もう一回いきますなんかおじいちゃんのね、そういうお花の話とかもそうですし、確かになんていうの、その、まあ、後悔じゃないですけど、うん、その生きてるうちに、うん、できることはやろうとかさ、うんうんうん、そういう性に対して積極的になれるみたいな、うんうん、そういうのはありますよね、うん、ありますあります、やっぱそう言って脳幹死になってからやっぱそういう風に、うん、余計思うようになったかな、ね、明日何があるかわからないのでね、うん、まあそうですね、きっかけもだってそうですもんね、そうその一緒に話してた友達がっていうなかなか貴重なお仕事ですね。うん、そうですよね。実際その死と直接向き合うっていうことが、うん、やっぱ少ないと思うんですよね。うん、その一生のうちに何回かしか、うんうんうん、まあ、肉親のね場合ですけど、うん、まあ、ね、他人のそんな死にね向き合うこともないだろうし、うんうんうん、そういうのを考えるとさ、人がやっぱりさ、私もそのあのおじいちゃんがとかおばあちゃんがとかなると、うんうん、改めてその、うん、死に対して、うん、より考えるというか、うんうん、逆に言うとその性に対して考えるってことなんだけど、うんうんうん、そういう機会が、うん、人より多いっていうことは、うんうん、なんかこう人間に深みが出てきそうですね、うんうん、出てきたかな、出てるっす、本当出てるっすそういうことで ただ僕の場合もずっと仲いいから、うん、昔から知ってるんですけど、うん、昔から謎の多い方なんですよ、あだからずっと不景っす、不景深みがずっとあるサオちゃんの場合は、なるほどね、本当に上辺だけじゃないと、うん、そうっす、思ってたの、思ってるっすやっぱそういうのってやっぱ脳幹死になったから気になったことみたいなことじゃないですか、うん、そういうのって他にもあります、今は脳幹死になるまでは、うん、考えもしなかったけどみたいなね、うん、けど今はそういうことが気になるみたいな、なんか若いうちに死にたいなとかさ、あなんか綺麗に、うん、死にたいなみたいな、この間なんか一つだけ願い事が叶う神社に行ったんで、はい、そこで、はい、笑って死にたいって書きました。ああまあ、だって神社でお参りするときにそんなこと願わないですもん ね、 そ, うねそういうのに携わってない限り、うんうん、自分の死に際ちょっと早いよね、まだそれだいぶもうさ孫ができてさもう人生を総括して最後に願う願い事みたいなさ若者が願う願い事じゃないっていうさ、健康で ねなんかずっと病気で亡くなるより、ね、笑いながら死ねるくらいが一番の願いだというふうになりました。すいませんまあでもサオちゃんの場合それ以外のいろんな経験値踏んできてるんで、まあお孫さんがいないとかも踏まえて、それを超えてこう自分の死はこうがいいにたどり着いたんでしょうね、何でもいいよもう笑って死ねればいい、うん、でもそれはね僕も思うっすね、自分が死ぬときはそう
まあ、お父さんが結構病気がちだったんで、うんうんうん、笑ってそのしんどいっていうか、うん、辛い思いでっていうよりかは笑って死にたいなって思います、ね。まあ、周りも辛いもんね、うん、そうなんですよね。そうですね、最後、最後のなんか痛みとかさ、うん、そういう状態が続いたりするとさ、うん、見てる方も辛いしさ、うんうんうん、でもやっぱ苦しい顔を、まあ、そのマッサージしてって言ってたんですけど、うん、そ限界はあるっすよね。限界はありますね。そうですよね。でそのやっぱ柔らかくするじゃないですか、マッサージで、うんうん、ってなってからその固定できないじゃないですか、うん、そうだね、うん、だからだ、ね、柔らかくしてからじゃないと、なんていうんですか、どういう風になるかわからんみたいな、うん、前なんかのエピソードでも言ったんですけど、やっぱ一度だけね、うん、うわ痛かったんだろうなっていう顔を見たことがあって、ガンだったんですけど。あ、そうなんだ。へえ。そんな、そういうなんか苦しそうだけど、なんかほっぺにちょっと綿を入れて、うん、ちょっと滑らないようにあげるとか、そういうこといろいろするけど、まあ下がっちゃう人は下がっちゃうし、あ、すごい話いっぱい聞けますね。そうですね、うん、なんか想像してたのとも違うというか、うんうん、まあ、こういう例えば、花の綿はこうなんだろうなとかっていう想像を全然超えてくるというか、これはもう本、なんていうんですか、本職の人というか、うんうんうん、その筋の人じゃないとわからない、うんうんうん、話ですからね。職業シリーズは勉強になりますね、うんうん、本当に本当に、まあ、一応、ね、冒頭でも話したんですけど、うん、前半は軽い質問にしようかなって言って用意した質問が以上で終わりです、はい、うん、でちょっと僕普段からそのサオちゃんとかともお世話になってるんで、うんうん、そのサオちゃんのことをちょっと紹介したいなっていうのもあって、はい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 、サオちゃん、バンドをやってるんですけど、はいはい、豊橋では結構有名な、見たことありますよ、はい、僕もよく見てますよ、うん、僕もありますね、はい、うんうん、ちょっと名前言っても大丈夫ですかね。大丈夫です。ソゾロザモードっていうインストバンドですね、うん、インストバンドですね、歌がない、うん、楽器だけのバンドなんですけど、うんうん、そのバンドがめちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいね、はい、ありがとうございます。そう、僕CD も俺買ったよ。俺も買ってます、うん、俺も買ってます。おファンなんです。ありがとうございます、うん、本当に、うん、そう、メンバーの方もみんな仲良くしてくれて、買ったのはね覚えてるんですよ、うん、うん、持ってないんですよどこにあるのかな、もう一枚買えばいいんじゃないかな。そうですね、そうですね、 iTunes でね、うん、売ってるんでね、そう、 iTunes にもあるんでね、そう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 、で一応 YouTube に PV もあるんで、うんうん、それを今日この回最後にエンディングみたいな感じで流して、うん、流させてもらって、うん、まあ、リンクもしとけばね、ちなみに僕、去年初ライブやったっていう、うん、ゆるカルでも企画で話したと思うんですけど、ケイスケのバンドが初ライブやった、ね、僕たちのバンドがその初ライブができたきっかけが、そのサオちゃんたちのソソロザモードさんがよくしてくれ、うん、声かけてくれて、うん、初めてのそういう舞台に出ることができたんで、うん、すごいお世話になってる方々なんでね、うんうんうん、でもめちゃめちゃかっこいいんで、うん、かっこいいですね、はい、もしよかったら iTunes でね、はい、うん、ダウンロードしていただけたらと、うん、お願いします、うん、はい、はい、なんで今日はとりあえず前半ということで、うん、はい、これぐらいにして、またちょっと深い話というか、うん、聞きにくいこととかもあるじゃないですか、うんうん、そういうのを後半でいろいろ聞いていこうかなって思ってるんで、うんうん、はい、引き続き後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまあエンディングということで、はい、はい、何も言ってないけど、あ、すいません超怖かった、ね、はい、ちょっとすげえビクンちょっと怖かった今、えって言わんかったっすか。言ってないです、言ってないです、言ってないです。すいません、多分当たったのかな。あ、そうなんで、ソゾロザモードで、うん、アフェクトという曲で、うん、ここはお別れ、お別れということで、はい、はい、サオちゃん、前半ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。決め台詞言った方がいいですか。あ、そうですね、あ、サオちゃんに言ってもらいましょうか、うん、僕たち、うん、今年から決め台詞があるんですよ、うんうん、それをサオちゃんに言っていただきたい、うん、はい、ん、何を言うの、まあ、でしょうね、そうなるっすよね。この話もし自分だったらっていうの、はい、うん、で、ありがとうございましたってなるんで、うん、
それどういうテンションで言うの？あ、それ結構ね、お任せしてます、うん、自分の言いたいように。この話もし自分だったら、うん、はい本番、最近、最近聞いてねえのかな。いや途中まで聞くんです寝ちゃうんでね。そうかそうか、そうなんですよね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、この話もし自分だったら。ありがとうございました。